皆さんこんにちは、オルタナチャンネルのおじかです。今回は1万人達成記念ということで、このミキサーで1万回全部の調味料をかき混ぜたいと思います。果たしてどんなお味になるのか、究極の調味料が出来上がるのか、やってみたいと思います。それではまずお醤油の方入れていきたいと思います。適量ね。そして次は塩、まあ醤油の中にね塩も入ってると思うんですけど、これもちょっと足し、ソースいきます。さあソースも甘い感じのね味ですけどね。うわー、続いてはちょっと変わり種のオリーブオイル、早見もこもちさん大好きオリーブオイルも足します。アクセント。最後は日本人の心、味噌、味噌の方を足したいと思います。今味噌が入りました。これで全部の調味料入りました。さあそれでいきます。よーい、スタート。こちら1分間回すと1万回回転なので、1分間このまま混ぜていきたいと思います。はい、ということで1万回回転完了しました。すべての調味料が合わさった結果はどうでしょうか。バカ、どうでしょうか。うわ、ちょっとグロテスクだな。ちょっと黒色のね、ちょっとグロテスクな感じなんですけど、匂いは、うわ、超意外。もう圧倒的に一つの調味料が勝ってる、匂い的に。勝ってるのはソース。そしてマヨネーズが混ざってるから、お好み焼きのソースの匂いがプンプンする。いや、じゃあ味の方もね、見ていきたいと思います。よいしょ。ちょっととろみがね、ついた感じで。それでは、いただきます。あ、ちょっと待って。うわ、あ、これはちょっとだ、ちょっとごめんなさい。あのですね、匂いは、すっごい、お好み焼きのいい匂いだったんだけど、ダメだ、これは強すぎる。本当に味は全部混ざってる。めちゃめちゃ塩っぱいのと、いや、しょっぱいが強いな。混ざってるけど、特にしょっぱいが強いから、喉が痛くなる。ダメだ、これ。これ絶対やめた方がいいです、皆さん。